じゃあ、マシです。ご視聴ありがとうございます。本日はですね、僕の飼っているペットを1匹紹介したいと思っております。というのもですね、今日紹介するペットなんですけれども、僕のね、動画の中でね、結構人気のジャンルでね、ザリガニの楽園シリーズっていうのがありまして、まあ、ザリガニがたくさん住んでる楽園があって、そこに僕が赴いてですね、何回もそのザリガニを取りまくって乱獲しまくって滅亡させては復活して滅亡させて復活させてっていうのをね、ちょっと繰り返してるシリーズなんですけれども、そこのね、まずね、一番最初の時に行った時の動画の VTR 短いんですけど、少しだけちょっと見ていただければと思います。これ卵っすね。卵っていうか子供っすね。全員みっしりついてるっすわ。ということで、いかがでしたでしょうか。あのね、これが、撮ったのがね、9月の半ば頃なんですけども、今現在この撮影がですね、3月の半ばということでですね、はい、ちょうどあれから半年経っております。あれ、VTR 見ていただいた通りなんですけども、最初の時にザリガニ1匹あのね、撮ってるんですね、母親をですね。で、お腹にいっぱい子供いたと思うんです。実はですね、そのお腹の子供をね、今もずっと飼ってるんです。最初は12匹ぐらい飼ってたんですけど、共食いに共食いを重ね、最終的には1匹になっちゃったんですけども、はい、ということでね、つまりは、今半年、ちっちゃい赤ちゃん、あんなちっちゃい赤ちゃんから半年経っている状態になっていますけれども、半年経ったらどんな大きさになってるのか気になりますよね。では早速見ていきましょう。じゃん、こちらです。はい、これがザリガニの楽園シリーズの一番最初に撮った赤ちゃんが、半年かけてこの大きさになりました。はい、こんな感じですね。ちょっと見ていきましょうかね。はい、挟んでみ、挟んでみ。あー、全然痛くない。全然痛くないですね、挟まれても。甘がみ、甘がみ。まだ半年ぐらいだったらね、全然ハサミも大きくないです。ハサむ力もあんまり強くはないですね。さあ、大きさ見ていきましょうか。まあ、背中から尾っぽまで全体でいくとだいたい4センチぐらいですかね。こっち向け。あ、もうそっち向きでもいいわ。だいたい4センチぐらいですかね。まあ、ザリガニの測り方でいったら多分これ3センチとかぐらいになってくるんでしょうけど、はい、これ半年でこんな感じです。可愛いですね。うん、まあ、まだまだ小さいんですけれども、でも半年でこれぐらい大きくなるって思うと、まあ結構成長のスピードって早いのかなっていう感じもしますよね。金魚の餌とか乾燥エビとかを基本的に餌としてはあげてるような感じです。はい、色がすごい透明なんですけれども、これは何ですかね。まあ多分あまり日に当ててないからだと思うんですけれども、かなり透明ですね。あのね、透明のプラケースで飼育してたので、その色のまんまなのかなっていう、印象ではあります。一応名前をつけてるんですけれども、この子はエレン・イエーガーという名前をつけてます。まあ、あの某進撃の巨人のアニメから撮ってますね。母親をね、巨人に殺されたっていう境遇が非常に似ているので、そういう名前を付けさせていただきました。駆逐してやる、生き残らず巨人を駆逐してやるっていう展開になったらすごい熱いですね。はい、お待ちしてます。ちょっと餌あげてみましょうかね。金魚の餌をいつもあげてるんですけど、いや、挟まってますがな。おあ、食べないか。いや、頭に乗ってますがな。頭に乗ってますがな。食べんのんかい。また乗ってるんだけど。狙ってやってるんじゃないんだけど。すごい。あ、掴んだ、掴んだ。あー、食べた。食べ始めましたね。お、寒いか。あー、入れてる入れてる、口入れてる。器用にいろんな足をそれぞれ細かい動きをしてますね。何をしてるんかわかんないですけど、餌にクリルを入れてみたんですけど、どうですかね。
エレン、食べなさい、ちゃんと。エレンを飢え死になんかさせない。食べるんか。蹴った。こいつクリル蹴った。あ、クリルではない方の小さい餌食べてる。グルメのやつだな。金魚の餌の方がいいのか。やっぱりクリル食べないですね。はい、ちょっとね、初めて他のザリガニを入れたらちょっとどうなるのかちょっと見てみましょうか。うわ、こう見るとやっぱり色全然違いますね。左は餌用に取ってきたやつを未だにカメさんが食べてくれないんですけど、いかに白さが際立つかよくわかりますね。なんかめっちゃお前足掴んでない。めっちゃ足掴んでない、お前。ちょっとその相手はやめとけ。その相手はやめとけ。お前ザリガニ界でお前死に急ぎやろうか。ちょっとやめとけ、それは。やめとけって。めっちゃ挑むやんこいつ。めっちゃ足掴んでるし、やめとけって。死に急ぎやろうか。本当にエレン・イエガーか、お前は。エレン・イエガー、やめとけって。やめとけって。やめとけって。分かった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 。ごめんごめんごめん、俺が悪かった。はい、という感じでいかがでしたでしょうか。今回はね、イエレン・イエガー君を紹介させていただきましたけれども、まだね、他のペットとかも紹介してないので、ね、そういった動画もね、またこれからどんどん出していこうと思いますので、よろしくお願いします。結局ね、イエレン・イエガー君は、まあこんな小さい時から、これね、半年ぐらいですね、半年で約3センチほどぐらいの大きさになるということが分かりました。これからもね、また成長の過程の動画もね、上げていこうと思います。1年後とかまたどんどん大きくなっていると思いますね。今現在ではね、挟む力そんなに強くなかったですね。もう本当にちょんちょんってぐらいなので、もう痛くも痒くも全然ないぐらいの挟みの強さですね。これが大きくなっていくと、またどんどん挟む力も強くなってね、まあ、在来種の魚等も挟めるぐらいの力にもなってくると思いますね。やっぱりこういう小さい時の関係、まあ、小さい時にね、駆除できるのがいいかなっていうふうに思うんですけども、こういった外来種の、ね、生態等もね、僕の動画では結構扱っていくと思いますので、ぜひ興味ある方、もしよろしければね、チャンネル登録と、あと今回の動画も高評価の方もぜひ押していただければと思います。